いやー、なんか最近いきなり気温下がってきたな。秋長かったから油断してたけど、そういえば冬前半の着こなしどうしようかな。誰かわかりやすく教えてくれる人いないかなと思っている皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の鉄板冬前半コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕自身もすっかり油断していました。結構夏の延長線上で暑い日が続いてたので、冬のことをすっかり考えていなかったんですが、まあ、気づけばだいぶですね気温も下がってきたので、まあ、そろそろですね冬前半の着こなし皆さんにしっかりとご紹介しつつ、まあ、僕自身も準備を進めたいなというふうに思っています。まあ、冬前半ということで重量ですね、ロング丈のコートだとか、あとはダウンだとか、まあ、こういったものはもうちょっと先に出るかなと思ってまして、まあ、それ以前のですねちょっと肌寒くなってきたな、秋から冬の変わり目というところで少しですね着こなしを変えていきたいなという時に、今回ご紹介する3つのコーデを知っておくことでかなりですね便利に休日の着こなしが決まるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもよかったら参考にしていただきたいなと思っています。まあ、どの着こなしに関しても基本的には30代の方から40代以降の方まで使えるようなベーシックを軸足に置きながらも、その中でも使ってるアイテムは今っぽいトレンド感をほんのり混ぜてあるので、割と誰にでも似合いやすいようなスタイルかなと思いますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的ですね皆さんに大人の冬前半コーデ3つご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1つ目から解説をしたいんですが、まずはですねコーディネートを考える際に僕はですねアウターから考え始めます。どのようなアウターを着るかでだいぶですね印象は変わるんですね。もちろんボトムスだとか靴も印象大きく左右はするんですが、やはり人というのは上半身の情報の方が目に飛び込みやすいので、まあ、そこで一番外側にある上半身アイテムということでアウター、ここからですね決めていくと大きく印象が変えられるかなと思ってるんですが、まず一つ目はこちらですね。冬前半のコーディネートに欠かせないのが僕が今着てるようなカバーオールですね。これは先日もご紹介させていただきました、今季グリーンレベルさんと一緒に作った、まあ、ウール素材のカバーオールなんですけども、これ冬前半にはもう間違いなく使えるアイテムかなと思います。もちろん前半だけじゃなくて中盤以降も内側を変えるだけで運用することができるかなと思うんですが、これをですね早速着たいなということで、まずは一番最初に持ってきました。まあ色はですね3色あるんですが、今回はダークグレーの方を選びました。色もですね、まあ、ネイビーに次ぐベーシックカラーの一つであるダークグレーは着るだけでベーシックな雰囲気も出せるんですが、それだけではなくて今っぽいカラーでもあるんですね。ネイビーよりもダークグレーの方が今の雰囲気が表現しやすいので、まあ、こちらを今回メインに持ってきています。そして内側に関しては冬の前半であれば僕はシャツとかそういったライトなトップスでも十分運用ができるかなということで、今回はですね、まあ、デニム素材のシャツですね、こういったものを合わせてみました。これも古くから僕が愛用しているものなんですけども、まあ、皆さんお手持ちのものでいいと思います。 GU だとかユニクロでもですねこのようなデニムのバンドカラーシャツって展開していまして、今まで何度か皆さんにご紹介したことがあるので、まあ、すでにそちら持ってる方はそういったもので使っていただければなと思いますし、まあ、持ってないという方はですねいくつか今買えるようなもので良さそうなもの概要欄にリンク貼っておきますので、まあ、そちらからチェックしていただきたいなと思います。他にはブルー無地のシャツだとかストライプのシャツだとかそういったもので代用してもらうのもいいかなと思うんですが、シャツを着てその上にカバーオールぐらいで、まあ、冬前半のコーディネートは十分かなと思います。寒かった内側のインナーですね、このあたりをですね暖かいもの着ていただければ十分に対応できるかなと思います。まあ、このような形で上半身をまとめてでですね、ボトムスなんですが、まあ、今回はホワイト系のパンツを合わせています。オフホワイトのですねパンツなんですね。これはですね去年かなビューティー&ユースで購入したものなんですけども、まあ、お手持ちの皆さん白パン系で合わせてもらうといいんじゃないかなと思います。オフホワイトだとかあとライトグレーとか明るめのカラーですね。秋冬の着こなしってどうしてもですねアウターが濃いものが多くなってくるので重たくなりがちなんですね。まあ、そこに対してちょっとボトムスだけ明るい色を持ってくるだけで
だいぶですね、明るい印象になってくるかなと思うので、まあぜひ皆さんもよかったらお試しいただきたいなと思います。もちろんダークグレーのですね、こういったアウターに対して、ブラックのパンツで合わせることもあります。これも相性いいので、まあぜひ皆さん、白パンちょっとハードル高いなという時には、そのようなブラック系のパンツで合わせていただければなと思います。で、足元はですね、今回はニューバランスのスニーカーを合わせています。僕は白パンを履く時には結構ニューバランスのスニーカーを履くことが多いんですね。白のパンツって結構ですね、爽やかな印象で、ちょっと気恥ずかしさもあったりするので、そこに対して靴はちょっと綺麗めな感じを合わせてしまうと、下半身がドレッシーすぎて、ちょっとなんか気持ちが落ち着かないんですね。なので、ちょっとやぼったさがあるようなニューバランスを合わせることで、白パンの持つ爽やかさというところとうまく中和する、源氏さん用語の中和ですけども、まさにその言葉がぴったりだなと思うんですが、白パンの綺麗さを中和するには、サイズ感を少し緩めにしてあげたいだとか、靴を少しカジュアルな感じでニューバランスにしてあげるとちょうどいいバランスになるんじゃないのかなと思っています。ということでこのような形で組んでみましたが、まあ、カバーオールというですねカジュアルなアイテムであっても素材をウールにすることでかなり大人っぽく見えますし、シャツというアイテムも取り入れているので、まあ、全体的にはカジュアルなんだけども適度に大人っぽさも表現できるような冬前半コーデが一つ出来上がりましたので、まあ、ぜひ皆さんもですね一つを参考としてカスタマイズしながら楽しんでいただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーデなんですが、今度の着こなしの主役となるのは僕が今一番外側に着てますこちらですね、キルティングジャケットになります。まあ、先日ですね動画の中でもご紹介しましたが、今季のトレンドアイテムの一つとしてこのようなキルティングジャケットはいろんなブランドからリリースをされているかなと思います。まあ、定番的なアイテムでずっとあるようなアイテムではあるんですが、その中でもここ数年ちょっとですね旬なアイテムになってきてるかなと思います。まあ、クラシックな雰囲気がありつつも現代的なサイズ感ですね、少し肩のラインを下げていたりだとか身幅も少しゆとりを持たせたようなキルティングジャケットが、まあ、各社から出ていまして、僕自身が今着てるものはですね昨年ですねこれグリーンレベルさんからご提供いただいたアイテムなんですけども、トラディショナルウェザーウェアとグリーンレベルさんがコラボで作っていたキルティングジャケットなんですが、こちらをですね今回僕は主役として着ています。で、色なんですがキルティングジャケット様々なバリエーションありますが、主にブラックだとかあとは僕が今着てるようなオリーブ系、このあたりがですね多くリリースされてるんですけども、僕はこの色味がすごく好きで去年めちゃくちゃ着ました。冬前半の中でナンバーワンに着倒したのがまさにこちらのキルティングジャケットなんですね。実はこれ最初は襟ついてたんですよ。それをですね自分なりにカスタマイズをしてお直し屋さん持っていてですね襟を取ったんですね。そしてノーカラーにすることで僕の中ではめちゃくちゃ着る機会が増えていてですね、去年散々着た一着なんですが、まあ、これをメインに組んでみました。で、オリーブという色合い自体がやっぱりちょっとこうやぼったさだとか土っぽさっていうところがあったりするので、まあ、こういったものを合わせるときには内側にはですねちょっと爽やかめのニットが一番相性がいいかなと思ってまして、今回はですねこれライトグレーの丸首のニットですね、これを合わせています。まあ、このような形で、まあ、爽やかな色と合わせることでオリーブのですねやぼったさをうまく中和してあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、ボトムスに関してはブラック系のパンツですね、これ皆さんのお手持ちのものでいいと思います。スマートアンクルパンツだとかアーバンスラックスだとか、僕が今履いてるのはグリーンレベルのオールマイイージーパンツなんですが、このような形でブラック系のパンツでギュッと引き締めるというところですね。もう本当に僕の中では鉄板で、オリーブのアウター合わせた時には内側は白だとかライトグレー合わせてボトムスブラックで引き締めるというのが、まあ、一番バランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、足元はジャーマントレーナーですね、このような形で少し明るさを出してあげてトップスの色とリンクをさせてあげれば着こなし完成ということで、まあ、これはですね僕自身も去年散々やったコーディネートの一つなのでリアリティを持ってですね皆さんにお届けできるかなと思っています。まあ、特に主役となるようなキルティングジャケットですね、全く同じものは今ないんですけども、様々なブランドからこのようなキルティングジャケット出ていますので、僕の中でおすすめできるものは概要欄にリンク貼っておきたいなと思っています。まあ、キルティングジャケットも結構暖かいですし、だけどダウンだとか中綿のアウターよりはライトに着れるので、車の移動だとかあとは電車の移動の時なんかにも着たままでもそんな暑すぎないですね。このあたりが結構使いやすくて冬前半にはすごい活用できるので、まあ、ぜひ皆さんもですねこういったキルティングジャケットを主軸とした着こなしぜひトライしていただければなと思っています。
はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今度は主役としてアウターにですね、今季のユニクロとホワイトマンテイラリングのコラボのですね、フリースを持ってきました。これが冬前半のアウターとして結構活躍してくれるので、サクッと羽織ってワンマイルウェア的に着るにはまさに最適なんじゃないのかなと思っています。まあ、今季はフードがついているので、よりアウターっぽさがですね、出ていまして、これはこれで使いやすいなというのをですね、最近実感しています。まあ、サイズ感も少し緩めを選ぶことでよりアウター感覚で羽織りやすいんじゃないのかなと思っています。色はブラックを選んでるんですね。で、内側に関してはこれまたユニクロですね。ユニクロのモックネックタイプのロンTですね。これもすごく使い勝手が良かったです。色に関してはブルーなんですが、まあ、ちょっとこうダークグリーンっぽさもあるような色合いで、ブラックとの相性もすごくいいんですね。まあ、上半身をちょっとこう濃いめにまとめているようなコーディネートになっています。まあ、このですね、フリース自体がかなりカジュアルなので、まあ、色味は攻めてですね、深めで上半身を合わせることで、適度な大人っぽさを出すようにしています。で、ボトムスなんですが、オリーブ系のパンツですね。こちらはカーゴパンツではなくて、ベイカーパンツと呼ばれるような、この外付けのポケット部分がですね、特徴となるようなボトムスになるんですが、これは自分のブランドで作ってるものを履いてみました。ブラック系の上半身に対して、オリーブ系のパンツってすごく相性がいいんですね。オリーブ自体はちょっとやぼったさのあるカラーなんですが、まあ、ブラック系の色と合わせることで、シャープに見せると、すごくバランスがいいということは、二つ目のコーデでもお伝えしましたが、今回はボトムスに持ってきました。色味はオリーブの中でも深めのものを選んでいまして、微光沢もあるので、まあ、大人っぽく見えるような仕上がりになっているので、僕もこれ普段からよく履いています。で、足元はですね、スニーカー系が続いたので、今度はですね、クラークスのワラビーを合わせています。全身が結構カジュアルなので、そういった時には足元で少し綺麗さを入れてあげるとバランスがいいかなということで、革靴の中でもカジュアルに履きこなしやすいような、今回はクラークスのワラビーを取り入れてみました。まあ皆さんのお手持ちの革靴で合わせてみるのもなかなかいいんじゃないのかなと思うので、ぜひトライしていただきたい着こなしかなと思っています。結構ですね、今回ご紹介した3つの中でも、特にカジュアル度が高くてですね、冬前半の外遊びだとか、あとはワンマイルウェア的に使ってあげるとすごくバランスのいいコーディネートになりますし、まあ、ほぼユニクロで作ることができるので比較的手軽かなと思います。ぜひ皆さんもこのような着こなしカスタマイズしながら取り入れていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では大人の冬前半鉄板コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ主にですね、アウターですね、ここを変えることで様々なバリエーションが作れるかなと思います。まあ今回はカバーオールですとか、キルティングジャケットですとか、あとはフリースですね。このあたりを使いながら皆さんにコーディネートをご紹介したわけなんですが、まあ、冬前半であれば結構このあたりをしっかりと使っていただければ暖かく乗り切ることができるんじゃないのかなと思います。ちょっとそれでも肌寒く感じたら内側を強化するということですね。まあ、先日もご紹介しましたインティのですね、8.5 分丈バージョンを着るだとか、まあ、ロング丈のですね、インナーを着ることで内側を固めていただければ今回ご紹介した着こなしでもですね、冬前半コーデ楽しめるんじゃないのかなと思います。まあ、人それぞれ今回3つのコーディネートご紹介しましたが、どれが一番しっくりくるかは変わってくるかなと思うので、まあ、ぜひ気に入ったものがあったらですね、皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、これからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく皆さんに解説をしていきたいなと思っているんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドのですね、アイテムを使ったコーディネートの解説だとか、僕自身の私物の解説に関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、こちらオンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね、主に動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をほぼ毎日更新をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな人が集まって楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はですね、こちらも動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。